はい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 。二戦連続完封すかしんどいって。この間もビーズリーにやられてたよな。うん。今回、なんか安倍監督が、 なんか狙い球を絞っていけみたいなな。あのー、自分が指示して、なんかなかなかハマらなかったっていうお話してましたけども、カットボールとスライダーえぐないシンプルに。ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、えー、ちょっと前に終わりましたね。 えー、ジャイアンツ対、えー、タイガースのね、まあ伝統の一戦ですけども、ちょっと試合解説、やっていこうかなというふうに思ってます。まあ、ちょっとね、ジャイアンツ、2戦連続完封というところで、ああ、連勝ついてたんだけど、ちょっとしんどいなっていう感じはしました、今日ね。なかなか先頭ランナーを出すことができなかったし、あのー、ビーズリー投手ね、あのー、カットボールとスライダーえぐいね。まあ、まっすぐもいいんだけど、うん、非常に、 えー、もうその2球種にやられてるみたいなところあるんでね。うん。同じようなやられ方ばっかりしてるんで、そういったところで本当に3回目はマジで、えー、同じこと繰り返さんといてほしいなというふうに思うんですけども、なかなかね、やっぱり、えー、いいピッチャーだなというふうな印象ではありますと。じゃあですね、えー、今日はですね、え、構成と、動画の構成としましてはですね、えー、まず、得点シーン振り返ってきまして、 そこからね、えー、前日か、前日からのオーダーどういう風に変更してるのかっていうのを確認していきまして、で、最後僕が気になったところを、配給チャートを使いながらね、えー、見ていきたいなという風に思っております。はい、じゃあですね、えー、この辺あたりに、えー、画像を出しながら、まず得点シーンを振り返っていきたいんですけど、まあ今日はですね、まあ2対0というところで負けてしまいました。完封負けです。 はい。まあ、2点なんでね。結局、まあ、やっぱりピッチャーからしたら、まあ、取ってほしいっていうところはあるんですけども、やはり今日の赤星投手もですね、非常に休息も出てましたし、非常にその、なんとか、勝ってやろうというかね、えー、まあ、なかなか今ね、現状、成績がなかなか出てないというところがありますから、 そういったところで、まあ、力みになってたかどうかわからないですけども、非常にその、うーんー、飛ばしていくとっていう意思は、すごく初回から見えてたんじゃないかなっていうふうに思います。その中でですね、まあその、4回表にですね、まあ2点を取られたわけですけども、 まあ、ツーアウト一三塁からね、大山選手にね、えー、レフト前というか、えー、サード戦を抜かれて、えー、まあ、二塁打を打たれてね、二点入るわけですけども、まあ、後で詳しく見ていきますが、やはり、えー、ボールボールというところで、ツーボールにしたのが、ちょっと打たれた原因なんじゃないかな、というふうに僕は思ってます。まあ、ジャイアンツに関してはですね、まあ、一回、裏ですね、まあ、先頭の丸さんが出るんですけども、それ以降っていうのは、ほとんどね、えー、先頭バットル出てないと、まあ、 一回裏だけかな先頭バッター出たの。そういったところで、なかなかね、えー、連打も期待しにくいピッチャーだし、あの、やっぱりね、あの、先頭バッターなんとか塁出て、ま、足を絡めながら、なんとか1点2点、えー、取っていけたらいいかなっていうピッチャーだと思うので、そういったところで、まあ非常に先頭バッターを出せなかったっていうのは、非常に、えー、まあ得点が取れなかった、原因かなというふうに僕は思ってます。 はい。まあ、5アンダー完封か。うん。まあ、なかなか、まあ、ワルさんが日本打ってるんだけども、まあ、ヘルナンデスであったりとか、まあ、カズマであったりとかっていうところが、なかなか今日ね、打てなかったっていう、打てなかったというか、まあ、どっちかっていうともう、ピッチャーが良かったっていうところがあるので、そういったところで、まあ、2連敗というかね、まあ、その、2連続完封負けしてますけども、まあ、スパッと切り替えていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってます。じゃあですね、こっからスタメンの変更点などを、この辺にね、 えー、僕の顔のあたりに画像を出しながらあ見ていきたいと思います。まずジャイアンツから振り返っていきたいんですけども、ジャイアンツはですね、前日から変わってる点という,いうとですね、えー、前日6番にレフト若林選手入ってたんですけども、今日は8番に、えー、佐々木選手入っています。で、えー、前日はね、えー、7番に小林保守が入ってたんですけども、今日は6番にキャッチャー岸田選手が入っています。 で、えー、前日、えー、8番、ショート、カドワ選手が、今日は7番に上がっていて、えー、昨日はですね、菅野さんがピッチャーだったんですけども、今日は赤星投手というところで、えー、阪神戦、初戦を臨んでいこうというところでございます。はい、対する、えー、阪神ですね。 阪神はですね、えー、前日からの、オーダーの変更点っていうのがなくてですね、ピッチャーが西祐希投手から、まあ今日ね、先発、ビーズリー投手というところで変わってるだけで、え野、ー、手のね、えー、スタメンの変更点っていうのはなかったです。はい。まあ、この、再采配というか、このスタメンというのは、まあその、いろいろ怪我人が出たりとか、まあいろいろありましたけども、 まあ非常に、まあ昨年からね、大倉監督が結構固定をしながら、あ選手をね、ええー、戦わせてるっていうところが特徴としてあるので、そういったところで、まあその基本的なスタンスはあ変わらないのかなというふうに思いました。はいですね。じゃあここからね、気になるところお、配球チャートを見ながら、あやっていきたいと思うんですけど、まず一回裏ね、一回裏、あのー、先頭丸さん出たというふうに言いましたけれども、 あの、やはりピッチャーっていうのは立ち上がりに不安があるピッチャーが多いですよと。で、そこで、初っ端でね、いきなり先頭バッターの丸さんが出たというところで、まあ非常に得点の期待,期待というところがね、えー、あったんですけども、ノーアウト一塁から吉川選手のセカンドゴロ。で、えー、ランナー、あー、あの、併殺崩れというところで、ワンアウト一塁でヘルナンデス空振り三振。ここをちょっとね、配球ちょっと見ながら、あの、やっていきたいと思うんですけど、あのですね、<laughs> あのー、この三振なんですけど、じゃあなんで取り上げるかっていうと、今日のビーズリー投手の調子をすごく表してるんじゃないかなっていうふうに思っててえ、どういうことかっていうと、これね、結局ね、三球三振したんですよ。ヘルナンデス選手ね、この辺、まあ、チャート出してますけども、あのー、まあ見ていくとね、カットボールファールになってで、スライダーで空振りして、で、スライダーで三振してるんですよ。で、全部外なんですね、外の低めあたりの、えー、ストライクかボールの出し入れなんですけど、もうこれ見てね、 えー、今一番いい、あの、調子がいいというか、まあ一番かはわかんないですけども、まあ調子がずっといいね。ルなんですが、まあ3球三振で、えー、全部ね、変化球、カットボール、スライダー、スライダーというところで三振するというところで、もうこの三振を見た時にですね、僕ね、あ、今日右バッターはなかなか打てないなっていうふうに正直思いました。うん。アウトコースのあのカットボール、スライダーを、えー、本当に追いかけてしまう可能性があると。で、そうなると、 やはり、えー、空振りする可能性が非常に高いと思うので、ヘルナンデスって結構強引さがなくて、えー、シャープに振っていくバッターなんですけども、そのバッターですら、えー、外の見極めがなかなかね、1打席目でなかなかできてないというところで、えー、今日はなかなかこう、右バッターが打つっていうのは難しいんじゃないかなっていう風なところはね、この三振で僕感じてました。はい。でですね、えー、っと、まあ、ちなみに2アウト1塁から岡本選手も三振したんですけども、これも、 まあ、その、えー、カットボールであったりとか、スライダーを中心に空振り三振をしてますと。やはりこれから分かる通り、今日の右バッターっていうのはなかなか期待できない。えー、多分、打ったとしても、例えばスライダーとかカットボールが甘く入ってきて、まあ、ドカーンってちょあるか、えー、外のスライダーを、ーちょこんと当ててライトマヒット打つかって、多分その二択だと思うんですよね、僕ね。はい。だから難しいなっていうところは今日感じてました、この時点で。はい。でですね、2回表。 あのー、いいプレーがありましたね。はい、いいプレーありました。あのー、先頭のね、えー、佐藤選手が、レフト前ヒットを、シャープに打って出てまし、出てました。はい、出てまして、で、ノ、えーアウト1で、5番のね、大山選手、あのーえー、4球目かな、えー、カットボールをスチール、えー、佐藤選手がしたんですけど、そこを、岸田選手がね、しっかり刺したというところが非常にでかかった。 で、この後にしっかり大山選手を見逃し三振取って、前川選手をこれ、センターフライで打ち取って、まあランナー出したんだけど、先頭バッターランナー出したんだけど、あの三者問題で追われたっていうのは非常にでかいと思うんですよね。うん。で、次3回裏なんですけど、3回裏も、えー、ちょっとね、配球チャートを使いながら見ていきたいんですが、まあワンアウトから、これ丸さんね、またヒット打つんですよ。ライト前ヒットね。非常に2打席連続でね、ヒット打ってるというところで、非常に状態いいような。うん。 で、ワンアウト一塁で、えー、吉川選手ね、これセカンドゴロなんですけど、まあ、ランエンドヒット。あまあ、ヒットエンドランという形で、えー、まあ、ランナー進めますと。で、多分、この時点から、まあ、なかなか、あの、ランナー進められないというか、点が入らないというのは、安倍監督ね、思ってたと思うんですね。だから、こういう足を絡めたね、攻撃っていうのを序盤から、あ繰り広げられたんじゃないかなというふうに思います。で、ここちょっと配球チャート見ながら、あやっていきたいんですけど、まあ、ツーアウト二塁から、 ヘルナンデス選手、これセンターフライなんですけど、これ結構惜しい打球なんですよ。惜しい打球なんだけど、やっぱり1打席目ね、カットボール、スライダーっていうところが合ってないっていうお話したじゃないですか。だから、えー、2打席目のこの打席もね、えー、基本的にはスライダー、カットボール中心に配球してるんですよね。えー、スライダーがボールになって、カットボールがボールになって、は、まあ、えー、2ボールなんですよね。ただ、そこでカットボールでファールを取って、で、最後スライダー。で、いい形で、えー、捉えたんだけど、えー、センターがね、え近本選手が、まあ、あの、取ってしまうというところで、 え、これから分かるのはですね、まあ、1打席目、ヘルナンデスね、あの、カットボールスライダーでやられましたと。で、2打席目、えー、そのやられたボールをバッターっていうのは意識することが多いので、そこで、え、バッテリーもね、え、それが分かってるんで、あの、同じようなね、感じで組み立ててきたんですけど、ヘルナンデスは、まあ、アウトになったもののね、えー、非常にその、対応力というところがね、え、良かったと。まあ、ヒットを打ってほしいというのはもちろんあったんですけども、 この対応力をもってしてでも、今日のビーズリー投手のカットボールスライダー、特に右バッターっていうのは、なかなか難しいというところが、これを見ていただければ分かるんじゃないかなっていう風に思います。でですね、次4回表で見ていきたいんですけど、あのー、この回ね、まあ、点取られた回なんですが、 ま、結局、これ、先頭、近本選手ね、これ、センター前ヒット出ますと、カーブ3球行って、え、センター前ヒット。で、ノアと一塁から中野選手、ショートゴロ、おランエンドヒットでね、え、ランナー進めますと。で、ワンナウト二塁から野口選手が、あーサードゴロ打ってくるんですね。で、ここで大きかったのが、え、深いサードゴロで、え、岡本選手がね、ファーストに送球して、二塁ランナーの近本選手が、これ、三塁に進塁してるんですよ。で、この走塁っていうのは、マジででかいんですよね。めっちゃ細かいとこかもしれないけど、 こういう一個進めるか進めないか。ランナー、2アウト2塁か、2アウト3塁かっていうのは、めちゃくちゃ違うんですよね。うん。で、これで2アウト3塁から、佐藤選手ファーボールド。で、ツアウト1、3塁で、これ、大山選手、えー、まあ、タイムで打たれたわけですけど、これちょっとチャート見ながら見ていきたいんですけど、まあ結局、あの、先ほども言いましたように、えー、シ,ュシュート行って、シュート行って、スライダー行って打たれたんですけど、このどっちかのシュートで、ストライク取りたかったんですよね、正直言うと。うん。 あの、やっぱり2球目、えー初、初球のシュートがボールになって、で、2球目のシュートがボールになるんですけど、これ、あの、やっぱり2球目のシュートって難しいんですよ。なぜかっていうと、1球目、えー、インハイにシュートでボールになって、で、ピッチャーからしたら、同じ球種を、同じコースに投げるっていうところで、えー、甘く入ったらバッターからしたら打ちやすくなるんですね。だから、あの、非常に、えー、同じ球種で、同じコースで行く場合、 例えば、1球目がボールになった時に、2球目行くのって結構難しいんですね。ただ、そこを、岸田星は、まあそのコントロールを信じて、赤星投手のコントロールを信じて、出したわけですけれども、それで、どっちも取れないと。で、2ボールになってしまうと。で、そこで、2球シュートで起こしてるから、まあその、体を起こしてるから、まあストレート行くのはちょっと怖いから、まあスライダー行って、外でカウント取れたらいいかなっていう考えだったと思うんですけど、それがね、まあ少し、中に入った。 のもありますし、大山選手も3級シュート、3級インコースはないだろうっていうところで、多分おそらく外に張ってたと思うんですよね。で、それがうまいことハマって、まあ2塁打打たれるっていうところで、まあこれは大山選手が打った技術もそうですし、これ完璧に読んでると思うんでね、もう3級シュートはないだろうっていうところで踏んでると思うんで、ここはね、さすが、まあずっと長年ね、4番を務めてきたバッターですし、非常にいいバッターなんで、ここはいい読みをされたなっていうところはありました。 はい。でですね、えー、ツアーズ三塁で前川選手を、えー、セカンドゴローに打ち取れてね。これね、三点目取られなかったっていうのは非常に良かったんですけど、まあちょっとね、あのー、赤星としかしたら、ああ、ちょっときつい2点やなって、今日のビーズリーの出来からすると、ちょっときついなっていう感じはあったと思うんですよね。で、えー、っとですね、4回裏ちょっと見ていきましょうか。4回裏ツーアウトから、岸田選手のライト前ヒットを、ツアウト一塁から門脇選手のセンター前ヒットっていうところで、まあその2連打、ツーアウトからねするんだけど、 結局ここ、ね、こう、え、2アウト1、2塁から、あの、佐々木選手も空振り三振というところで、あの、なかなか今日のビズリーでね、これ3連打ってなかなか続かないと思うので、まあ、2アウトからね、しっかり、えー、2連打できたのは良かったんだけど、まあ、ちょっとね、なかなか佐々木選手、まあ、左ではあるんですが、やはりあのスライダーっていうのを膝元に投げられると、やっぱ厳しいなっていうところあるので、まあ、ちょっとね、えー、まあ、悔しいですけど、まあ、し、あの、しんどいなっていうところはありました。でですね、これ5回表ね、 これまたキャッチャーのね、岸田選手いいプレイあったんですけど、えー、ノーアウトから、これ、梅野選手が先端ターマトで出て、で、ノーアウトに注意で、小葉、えー、小畑選手がね、バントしたんですけど、これ、岸田選手がキャッチャーゴローで2塁送球したんですよね。で、これ、結構ギャンブル的なところあって、まあ、2対0で負けてるじゃないですか。で、あのー、多分、岸田選手の中にも、もう1点取られたら多分もう、負けやなっていうか、しんどいなっていうところあったんで、多分勝負かけに行ったと思うんですよね。 で、セカンドほんまにギリギリアウトだったんですよ。だからこれは、もし例えば一塁に普通に投げてて、ランナー二塁でもう一点取られたら、もう多分負けだから、多分多少ギリギリかもしれないけど、間一発でっていうところで、キャッチャーゴローでね、セカンド送球したんですけど、これはね、めちゃくちゃいいプレイですね。もうちょっとね、本当に0.1秒遅かったら多分セーフだったと思うんですけど、 これが、あの、非常にね、あのー、岸田選手の、まあ、勝負感というか、まあ、あの、まあ、う1点取られたら負けやっていうところがあったんで、多分勝負したんじゃない,ないかなっていうふうに思います。で、ビーズリーの打席の時にですね、ワンワンから、まあ、ピッチアウトというか、あの、外して、え、ランナーがスチールしてアウトして、ね、で、ビーズリーもセカンドゴロというところで、この回ね、非常にいい形でね、えー、結局、これも先頭ランナー出すんだけど、三者凡退で抑えてるんで、こういう形の、まあ、二ついいプレイがついた時って、 プレイがいい、えー、いいプレーが続いた時って、次のイニングとかって結構点が入ったりしやすいんですよね。だから僕、この5回裏っていうのを期待してたんですよ。次のイニングのね。なんですけども、ピンチいった、えー、若林選手がレフトフライ。で、丸さんが三振。で、吉川選手も三振っていうところで、ここからね、梅野星のね、配球変えてきててね、ちょうどね、多分、あのー、この回やばいなっていうふうに思ってたと思うんですよ。あのー、ジャイアンツがいいプレイしたんで、えー、 阪神がね、点取られそうかなっていうふうに思ったんですけど、そこでですね、今までカットボール、スライダーを中心に投げてたんですけど、いきなりスプリットをめっちゃ多く投げてきたんですよね。それは、梅野選手の、まあ、勝負感というか、ゲーム感というかえ、非常にその排気を切り替える能力っていう、うー排気を組み立てていく能力っていうのはマジで高いなっていう,いうふうに思いました。バッターからしたらね、スライダー、カットボールでやられてるんで、そろそろ捉えてやるぞっていうふうな思ってて、そしたらそのボールが来ないっていう現象が起きるんで、 そういったところで、梅野選手ね、あの、素晴らしい配球してたなっていうふうに思います。で、えー、6回裏ですね、まあこれ2アウトからこれね、大城さんがね、これ、2ベース打って、なんですけども、これ2アウト2位から岸田選手もね、これライトフライというところで、まあその、ランナーは出るんだよ、たまにね。だけど、やっぱ2アウトからとか1アウトからが多いから、やっぱりね、なかなかね、しんどいなっていうところ、やっぱ先頭ランナー出さないとねっていうところありましたけどね。 で、7回表、この回から、ピッチャー、泉投手に変わっておりまして、で、先頭、フォアボール出すんですよ。大山選手ね。あ、ちょっとやばいなって感じするじゃないですか。なんで、なんだけど、ノーアウト1塁から、前川選手ね、これ、ファーストライナー、大城さんよく撮りました。で、それでえ、ゲッツー取れるんですよね。ファーストランナーの、大山選手が飛び出して、ゲッツー取るんですよ。これ、マジででかいんですよね。で、ここで、梅野選手を3人で切ってたら、もう1回、えー、この次のイニング、チャンスあるなと思ったんですけど、ここで2アウトから、梅野選手がヒットを打つんですね。 このヒットって、めっちゃ大きいんですよね。流れ的に見たら。このゲッツー取って、えー、次のバッターもアウト取って、あ三者オンタイヤーっていう風に帰っていくのと、これで、えー、ヒット打たれて、あ、4人で終わるのでは、全然流れって変わってくるんですね。で、これ梅野選手のこのセンターマヒットっていうのはマジでかかったと思います。うん。で、7回裏ですね、えー、っと、まぁ、あ、石井、石井投手出てきまして、 で、金脇選手がいい当たりも、ライトフライ。で、ワンアウトからピンチイッター、長野さんがファーボール。で、ワンアウト一塁から、えー、若林選手が空振り三振。で、このね、今、校長の丸さんのところに、えー、キリシキ投手を当ててくるんですね。投げてくるんですね。で、それで見逃し三振とい,いうところで、 ちょっと、やっぱり、あの、こういう一人一冊みたいなことやられたら、やっぱ結構きついなっていうところ。で、ルさんも、今年ね、左ピッチャーの方が売ってるらしいんですよ。3割4分ぐらい売ってるんですよ。確かね。えー、打率で言うとね。なんだけども、やはりこのね、今まで、あー、ビーズリー投手とかあ、そういったところで、見てた、見てたのに、いきなりキリシト、キリキシキ投手ね、左になったっていうところで、やっぱちょっとしんどいなっていうところは、あありますよね。こういう一人一冊みたいなね、系統されるとね。うん。 非常に素晴らしい系統だったなというふうに思います、阪神が。はい。でですね、これね、切り敷き投手ね、回畑するんですよね。8回裏も投げてきますと。で、結局、吉川、ヘルナンデス、岡本、三者凡退ね。もう、おそらく、まあ、このイニングはね、結構、ジャイアンツからしたらラストチャンスだったと思うんです。打順の並び的にね。吉川、ヘルナンデス、岡本って。ここで、 キリシキ投手から得点ができたりとか、逆転ができたら非常に面白かったんですけど、ここで、えー、まあ三者凡退というところで、ああちょっとここは今日負けかなっていうようなところは正直今日、あのー、この時点で感じてました。で、最後ゲラ出て,出てきて、まあ大城、岸田、角脇というところが三者凡退で、やっぱりですね、その、6回裏、8回裏というところね、 が、ジャイアンツ、いい打順の巡りだったんですけど、そこで、まあ、1点も取れなかったというかね、えー、得点ができなかったっていうところは、今日のね、えー、ジャイアンツの範囲かなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、まあ、2戦連続、完封負けというところで、まあ、非常にあ、あの、ジャイアンツファンからしたらしんどいんですけど、しんどいんだけど、 ま、切り替えるしかないよね。切り替えるしかないし、まあ、ウィーズリーね、2回連続やられたというところで、ま、3回目は絶対やめてくれよと。まあ本当にね、データ班であったりとか、安倍監督であったりとか、まあ、矢野コーチ含めてね、え、スタッフ、総動員でね、ウィズリー対策というか、あやっぱりそういう、そういう,うにやっていかないといけない。うん。で、やっぱ同じピッチャーに何回もやられるというのは、まあ、見て、見てるファンもしんどいし、まあ、やってる人たちもね、もちろん悔しいんだけども、 えー、同じやら、やられ方っていうのはね、えー、プロとしてね、あんまりこう良くないなっていう風に思うので、そういったところで、まあ、あのー、熱くなってきて、で、6連戦が続いてきて、まあ、その、後半に入ったらね、9連戦とかもね、ジャイアンツあ,あると思うので、そういったところでまたね、ビーズリーと当たる可能性っていうのは非常に高いと思いますから、あ絶対ね、次はあ攻略してほしいなという風に思っております。はい、そんな感じでね、今日は悔しい負けでしたけども、こんな感じで終わってきます。いつもありがとうございます。 これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日、お願いします。じゃあ、ね、バイバイ。